どうも、こんにちは。じゅんちゃんです。どうも、こんにちは。本日もですね、ちょっと、皆さんにシェアしたいことがあったので、魔法使いの学校を開校してまいります。イエーイ。イエーイ。はい。ではですね、ちょっと今日も皆さんにシェアしたいことがあったので、動画を撮らせていただいているのですが、まずね、先に、この動画の1本前の動画でお話しさせていただいた、過去を書き換えて、自分自身のその明るい未来を作ろうねっていうお話の動画があったと思うんですけど、これね、本当に、私自身が、まあ、ちょっと、なんて言ったらいいかな、説明がね、ちょっと若干下手っぴになってしまって、なんていうか、イメージワークが得意な方たちとか、この瞑想みたいなものが得意っていう方々にはものすごく、もう、すごい良かったよっていうメッセージたくさんいただいたんですけど、でもちょっとやっぱりイメージワークが苦手っていう方々かな、とか、まあ、なんていうのかな、ちょっとこうね、分かりづらかったっていうような、お言葉をいただくっていうことが、メルマガの返信で、この動画の1本前、のやつでちょっと起きてたんで、だからちょっとね、分かりづらかった方々、すいませんでした。ちょっと今日のこの動画の後半で、改めて、この動画の一本前の、過去を書き換える、そして、明るい未来を作ろうねっていう、そのお話の補足は、また改めてお話させていただきます。でもね、本当精進します。やっぱり、なんていうか、ああいうイメージワークのものとかって、ちょっと難しくお話ししちゃうと、みんなに入らないかなと思って、あえて簡単に伝えたんですけど、逆にそれで、分かりづらくなっちゃったっていうことが、起きちゃった人がいたみたいなんでね、ちょっとね、私自身も、精進します。ありがとうね、声出してくださった皆さん。じゃあ、とりあえずですね、ちょっと今日お話ししたい、その内容、本題っていうのから、ちょっとお伝えしたいんですけど、今日お伝えしたいのは、本当にね、ちょっとね、ここ最近で、やばいなってちょっと思ってることなんですけど、まずちょっと準備してもらいたいものがあるんですけど、紙とペンと塩っていうのをちょっと準備してもらいたくて、で、その紙というものに今ある自分の悩みを書きますね。で、その悩みを書いて、悩みを書いたその紙に塩をパラパラっと一振りしてあげて、その紙をパンパンとこう、なんていうかな、畳んで、そしたらその後に火で燃やすってことをしてもらいたいの。これ、やると、かなりの確率で、ちょっと面白い展開が起きる。マジでちょっと、わ、これはもっと早くから私もやっときゃよかったって思ったんですけど、これね、ちょっとほんとね、今ある悩みっていうものを、紙に書いて、塩をパラパラっと一振りして、紙をこう閉じて、それで燃やすってことをやってもらいたいんですけど、ほんとね、ちょっと不思議なことが起きるの。これどういうことかっていうと、私実はね、このコロナのこの期間中に、このお家から出れない状態だったわけじゃないですか。で、私がこの住んでる、この、なんだ、東京っていうところは、やっぱりその、なんだ、その外出っていうところも結構、こう、極めてピリピリしてる、地域だったから、早々にお家から出れなくなって、で、その、なんだ、自粛当初っていうのは本当になんか今、でこそね、ちょっとこう、なんだ、ちゃんとソーシャルディスタンスとかをこう気をつけていれば、3密とかを気をつけていれば、なんかこう散歩したりとかっていうのもちょっと出かけやすくなりましたけど、当初ってそんな感じはなかったから、だから本当にお家からこう一歩も出ないっていう中で、体がだいぶなまっちゃってたんで、私自身もこう YouTube とかを見ながら、そのお家でできるエアロビとかをやってたんですよ。運動した方がいいなと思ってやってたの。でもそしたら、やっぱりエアロビなんて普段やってないから腰痛めちゃったのね。もう信じられないくらい腰痛くなっちゃって、実はこの、この魔法使いの学校とかこう撮りながらも、なんかこうお話ししてる時とかっていうのは別にただ座って喋ってるからそんな腰の痛みって感じなかったんだけど、実はこの1、2ヶ月、本当にこう立ち上がったりだとか、低いところのものをこうやって撮ったりっていうのが、
ものすごく大変で、本当に腰超痛くて、でもうそれこそだからその昨日お伝えしたあの過去のそのなんだイメージてかイメージじゃないかその過去の経験を書き換えて、そして今とか未来を書き換えるみたいな、そういうワークをやってみたり、宇宙にオーダー出したりだとか、それこそ自分でまた違うストレッチやったりとかってしてたんだけど、全然その腰痛が良くならなくって、マジでもうちょっとこれ本当にやばいなっていうくらい、本当にちょっとしんどいっていう状態になってたんですね。うん、でもうでもあまりにもこうオーダー出してもうまくいかないから、もう何かいいものがあるんだったら情報を出してほしいってオーダーに変えたんですね。うん、でそしたらたまたまあのなんだろう、そう、本棚の整理をしてたら、何年か前に私自身がスピリチュアルのお師匠さんからこう教えてもらったことをメモしてたノートが出てきたの、ノートが。うん、でそれでそのノートを、あ、こんなん書いてたなと思ってパラ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 と見返してたら、あのそのなんだ、まあ、さっきお話ししたあの紙というで、この紙がありますね。紙に、自分自身の今ある悩みを書く、うん、悩みを書くわけなんで、あのオーダー出す時みたいに陽気な波動じゃなくていいんですよ。辛いっていう思いをそこに書く、うん、書いて、そして、塩を一振りして、それを畳んで燃やすっていうワークをすると、すごくあのなんだ面白い展開が作れるっていうことが書いてあって、へえー、マジかと思って、これもしかして私がその腰痛悩んでるっていうことに対して の, あのこれはなんだ回答かもしれないなと思って、すぐにあのなんだ腰痛が辛いっていう、本当に陰気ですね。陰気っていうのは思い切り腰痛が辛い治りたいみたいな感じのこう書いて、でそれで塩っていうものでその言葉を浄化しながら、あのなんだ、まあ、塩にしても火にしてもあのものすごい浄化のパワーがあるわけじゃないですか。だからその陰気っていうものを思いっきり消滅させるっていうことを、そのなんだ、こう書いた後にこう火で燃やしてあげるっていうのをこうちゃんと目で見て、そのエネルギー、重たいエネルギーが消化されていく、消えていくっていうのを見て、でこれが実際になんか起きたらマジでウケるなって思ってたんですけど、消えたの、腰の痛み。すごくないですか？ちょっとマジでびっくりした。でまあ実際なんかその時っていうのはあのまあちょっと半信半疑な感じの自分もいたんだけど、いやでもこれでマジで腰の痛み本当なくなったらマジで嬉しいなみたいな、いやでもな先生が言ってたから間違いないだろうみたいな感じで、こうちょっとワクワクする、やっぱまあ自分がその波動を保ってたっていうのもかなり良かったのかなとは思うんですけど、腹の底にあるこうモヤモヤを思いっきり出した後にワクワクとしてるわけなんで、かなりこうなんていうのかな、あのワクワクの純度が高いんですよね。モヤモヤしながらワクワクしてるわけじゃなくて、それを全部消化させて、その思いを消化させて、その思い波動を消化させた後にワクワクしてるから、やっぱり叶いやすいその自分自身の体体質にはなってたのかなと思うんですけど、本当にね良かった。で、あ、これすごいわと思って肩こりやってみたりとか、肩こりが辛いみたいな感じの書いてみたり、あとなんか私そのなんだつい1、2週間くらい前かなにあの妹と喧嘩したんですけどそれででもなんかすぐに謝ればよかったんだけど、なんかちょっとなんか兄弟喧嘩ってこう変に気を張っちゃって張るっていうか、なんか強がっちゃうっていうのかな、強がっちゃってなんか謝るタイミングを失っちゃって、しばらくこう連絡取れない感じになっちゃってたんですね実は、うん、でもそういうのとかもう辛いみたいな、妹に謝りたいけど強がって謝れないみたいな感じのを書いて、それをあのなんだ紙をこう紙にこう塩パラパラパラってやってこう包んで燃やすっていうことをやったら、あのその次の日くらいかに、あの妹からこの間ごめんねって連絡が来たりとかすごいみたいな、やっぱりなんか陰気なエネルギーを思いっきり塩とか火っていうような、もうこの地球上にあるあのエネルギーの中でもかなりあの最高級レベルのあのなんだ浄化をしてくれるエネルギーで思いっきり消化していくっていうことをやり、そしてその後にいやこれでなんかあったらマジすごいよなっていうこの波動を保ってるっていう、多分それがねかなりあの有効なんだと思うんですけど、あ、これはいいなと思って、ちょっとこれはねあの皆さんにシェアした方がいいやと思って、それでちょっと動画をね撮らせていただきました。うん、あのでね、あのこれはねあのおそらくあのね
私自身がなんていうのかな、試してみたんだけど、私やっぱり実験好きなんで、いろいろと実験してみて、ある程度のデータが取れてからじゃないとみんなには言わないって決めてるからあれなんですけど、悩みは紙に1個、このくらいのちっちゃな紙を用意して、でその紙に1個書いて塩パラパラっと振って、でそれで浄化するっていう感じが一番いいと思う、燃やすっていう、うん、1個ずつの方が効果的だなっていうイメージです、私の中で。悩みを一気にダーッと書いて燃やすっていうのをやってみたんだけど、塩パラパラやって火で燃やすっていうのをやってみたんだけど、私は一個一個の方がいいなっていう印象だった。まあ、ちょっと人によるかもしれないんで、ちょっとご自身でね実験してみてもらってもいいかなと思うんですけど、であと塩っていうのは自分自身がピンとくるものっていうか、あ、これがいいなって思うものがあるんだったらそれがベストだと思う。うん、別になんかこう食卓の塩とかでも、あ、これでなんだろう、なんか面白いことが起きるんだったら、うわすごいありがたいな、お塩ありがとうっていうような意識を保てるんだったら全然食卓の塩でもいいと思うし、うん、なんかこう自分の中でピンとくるものがあればそれを扱うというか、それを使ってもらって、であとはね、人によってはなんだ、家の中でこう燃やすっていうのはちょっと難しいっていう人もいらっしゃるかなと思うんで、燃やすのが難しい場合には書くじゃないですか、書いた後にじゃその紙にパラパラって塩を振ってこう折り曲げますよね、折って、そしたらその折った状態で、その状態でスーパーの袋に入れて、スーパーの袋からその気が出ないように思いっきりギュッとこう締めて、陰気が出てこないように、まあ邪気とも言うけど、そういったものがギュンとこうちゃんと締めてパイッと捨てるっていう、そういう感じでいいと思います。うん、なのでぜひね、ちょっと自分自身のその陰気、悩みっていう感じでしっかりと書いて、なんだ、浄化していくっていうこの作業はね、本当にちょっとやってみてほしい。すっごい不思議だから、マジで面白すぎると思って、うん、そう、だからなんかあれですよね、なんて言ったらいいかな、いろんなエネルギーの力を借りるっていうのがやっぱ大切なんだと思うんですよね。うん、なんかなんて言ったらいいんですか、自分自身にある今の悩みとかって、なんかこう一生懸命一人で解決しちゃおうとするじゃないですか。うん、だからなんかあんまりその周りに心配かけたくないなって思いがあったり、周りの人をやっぱり優先するっていうことをこうなんかこう無意識のうちに自分の中で努めた方がいいだろうなって思ったりとかすると、ちょっと一人で頑張っちゃうっていうことって起きると思うんですけど、でもやっぱりこの地球上にあるエネルギーっていうものには一つ一つにその役割があって、そして長所短所があり、そして一つ一つのエネルギーもやっぱり頼ったら助けてくれるから、だからなんかこの動画を見てくださってる方々も多分こう一人で頑張っちゃうってことね、やりやすくなっちゃうかなとは思うんですけど、そういった時にすぐにこの工事の存在に助けてってちゃんと声を上げるっていうのももちろん大切だし、そしてじゃあ今回私を助けてくれたその紙っていうものであったり、ペンっていうものであったり、塩とか火っていうような、そういうエネルギー一つ一つが助けてくれるってことはやっぱり起こるから、うん、だから悩みがある時にはまあなんだ、相談できるような人がいらっしゃるんだったら、そういった方々に相談して自分の気持ちを軽くしていくっていうのもすごく大切だと思うんですけど、こういう空間の中にあるエネルギーも頼っていいんだよっていうことはぜひ皆さんはね知っといてもらいたいです。うん、なんか本当に塩とか紙とか本当火とか、なんか本当一つのなんかエネルギー、本当に一つ一つのエネルギーって、うん、パワフルなんだなと思って、改めてねなんか感謝しなきゃいけないなと思いましたね。うん、だからいろんなものに頼っていいってことをぜひね皆さんは知っといてください。うん、そうそう、だからこういう風なものにも私は頼ってるから、こう動画に一緒に出てもらってるんですよね。うん、私一人でこうやって喋ってて殺風景の中でお話ししてたら、あまりこのなんていうかな、この魔法使いの学校のこの純ちゃんのこのキャラクターっていうのが伝わらないものも多分あると思うんですよ。うん、でもやっぱりこういう木、観葉植物の、これは幸福の木っていうね木なんですけど、そのエネルギーがあるからこそ、なんかこの純ちゃんのこの動画を見ててなんか朗らかな気持ちになるって人もいるのかもしれないし、こういうねくまモンとか校長とか、あ、そう、みんなに言うの忘れてたんですけど、この子こう実はね魔法使いの学校の校長この方です。
そう、言うタイミング忘れてたっていうか、あれだったんだけど、実は、この方、魔法使いのがこの校長ですから。だからずっと一緒にいてもらってんの。みんなに言うタイミングそういえばないなと思ってたんですけど、今このタイミングでしたね。校長、いつもありますよ。そう。だからこうやって言ってもらって、こういう、なんだ、柔らかいエネルギーというか、なんかそういうのも受け取ってもらえたらいいなとかって思って一緒にいてもらってるんですけど、うん。だからなんか、一人で頑張らないっていうところで、様々なエネルギーに助けてもらいながら、今の悩みっていうのを解消していくっていうのもね、ぜひ皆さんやってみてください。うん。特に今回私自身が、本当になんか、本当塩と火のこの浄化のパワーはすごいなってマジで思ったんで、うん。とにかく悩みとして書いてみてくださいね。悩みとして。陰気な方を思いっきり紙にぶつけて、そしてそれを塩で浄化しながらというか、ちょっと包んであげて、そして、なんか火で。なくしていくっていう感じが一番ベストかなと思います。私はフライパンの上とかでやるのがやっぱり一番ベストかなと思いますけど、換気扇の下で、うん、で、あとはその悩みっていうのが人が関わっている場合、うん、その人が関わっている場合はその人をコントロールする意識でそこには書かないでくださいね。うん、基本的には自分主体でただただ自分が辛いっていうことだけ書くっていうその感じ、うん、ああしてくれないかな、こうしてくれないかな、なんであんなことされたんだとか、そういうことじゃなくって、ただこういう状況があって辛い、これが改善したらいいんだけどなって、ただ自分主体の思いっていうものをバンとぶつけて浄化するっていう、そんな感じです。うん。ぜひね、ちょっとそこだけ気をつけてというか、なんかこれが変わったらいいんだけどなっていうのは、本当自分主体のその悩みを吐露するみたいな、そんな感じでそこの紙にぶつけてもらって浄化するってやって、まずなんか怒んのか、おいおい、みたいな感じになっててくれると、本当にもう、ここのモヤモヤも消えた状態からの純度の高い枠枠で、言えるから多分いろいろな様々なことが起きると思うんで、ちょっとね、これは楽しみにやってみてください。マジでこれはすごい。うん、本当に、私マジ本当、もう教えてくれたスピリチュアルの先生、マジでありがとうって思ってます、今。うん、そんな感じかな。うんうん。で、あと、なんだ、最後に、うん、この一本前の動画でお話しさせていただいた、ちょっとその、過去を書き換えるっていうことの、そのお話の補足なんですけれども、うん、まず、なんていうのかな、一番初めに、この、左側見て、右側見て、前見て、後ろ見て、上見て、下見てっていう、この映像であったり、その音っていうのを記憶して目をつぶる。そしてすぐに、その今見た映像であったり、音を、ここの中で、想像してくださいねって一番初めに言ったのは、これは本当ね、イメージワークが苦手な人たちの準備運動みたいな感じなんですよ。うん、イメージワークが苦手な人たちに、やっぱりこう、すぐにこの脳内で映像を見るっていうものをやってもらいたいときには、今見てたものをすぐに思い返してもらうと、イメージが得意になるっていうことってよく起きるんですね。うん。なので、まずはその過去を書き換えに行く前に、その過去っていうところでのイメージワークがしやすくなるように、まず今見ているその映像っていうのを記憶して、そして目を閉じた時に今見たものを想像してみるっていう、まずはその後にやるイメージワークをするための準備運動をしてねっていう意味で、初めに今の記憶を持ってみてくださいってお話をしてました。うん。で、その後に自分自身が今すぐに明るい陽気な未来を想像できないのであれば、今のこの地点からすぐに陽気なその想像できないのであれば、そうなれない原因が確実に過去に起きてるはずだから、その過去に一回戻ってみてねってお話で、うん、で、それっていうのが、例えばなんですけど、私自身、うん、今朝のメルマガに書かせていただいたのは、例えばね、私、その、過去に、私、45メートル車に引きずられてるんですよ。うん。で、やっぱりその、自分自身が結構なそれってトラウマになってるから、45メートルって結構怖かったんですよね、引きずられてて。うん、痛かったし。うん。で、だからなんか、たまに、こう、街とか歩いてて、車見ると怖くなっちゃう時があるの。なんか、バクバクバクとこう心臓がドキドキし始めたり、ちょっとめまいがこうクラクラっときちゃったりとかして、あーってこう自分がフラッとしちゃう時とかがあるんだけど、でもやっぱりそれっていうのは過去のトラウマで起きてるって分かっているんだけど、でもすぐに自分を立て直そうと思っても、自分が立て直せてる絵がすぐに出てこないんですよね。やっぱり怖
怖いっていうその意識、過去の意識にとらわれてしまって、なんか自分がすぐに体調が戻ってるっていうその未来の意識っていうのがすぐにこう作れないっていう時があって、そういった時には一回私自身はこうフラフラっとした時にすぐにその交通事故に遭った日っていうところにイメージを置きに行くんです。意識をそっちに飛ばしに行くのね。うん、で実際にその時に交通事故に遭ったっていう次元も確かに存在するわけなんですが、その時に交通事故に遭った日を想像しながら交通事故に遭ってないっていうことを想像しに行くの。うん、その日にただただ楽しく友達とご飯食べに行ったりだとか、お洋服買いに行ったりとかして最高だったぜ今日はみたいな、そういう日っていうのを想像しに行くんです。でそれを想像するということはその次元が登場する、その現象はあるという考え方になってくるんで、それをこうやってあの実際に今というところでこう道端の端っこでなんか過去をこう想像しながら、ああ最高だったなああみたいな感じの、あの自分をこう保ちながら、そしてちょっとずつ自分がそうやって想像してると安心してくるんですね、自分自身が、気持ちがね。うん、でその安心っていうのがなんとなくこう自分の中でできてきたなっていう、なんかこう本当自由に想像して大丈夫だから、大好きな友達と一緒にいてこういう風なことが起きて、ああ最高だったよっていうところからのこの安心の波動が出てきた時に、なんだその次元はしっかりとあるという状態にもなるんで、まあ、安心っていうか焦点をこう定めてくれた時点でその次元はあるから、その現象が起きてるっていう考え方になるから、そしてそこから今にもう一回立ち戻ってきて、ああ最高だったな、あの日は最高だったなみたいな感じのところになりつつ、そして今日という日もなんだ心臓がバクバクしてる状態とかめまいがあったままで一日が終わるんじゃなくて、今日も最高だったなってこう未来を想像しに行くの。うん、だから過去から今に一回戻って、またそのままその勢いを持って未来も自由に想像してっていうことをちょっと、まあ私は最低でもこの一連の流れっていうところは、まあ68秒はやっぱりやるんですけど、私自身は、うん、エイブラハムの教えのやっぱりその現実創造の原理をちょっとここは私は組み合わせて68秒間は一連の流れでやるようにするんですけど、そうやってやると本当に不思議なんだけど、突然めまいとかなくなるんですよ。そうだから、なんかなんていうかな、もうとにかくね、自由にこうなんていうか自分のその過去っていうものを想像してもらいたいんで、うん、なんかどういう過去の書き換え方が正解かとかそういうのはあんまり頭で考えない方がよくって、うん、ただただ自分が今のこの現時点で明るい未来を想像できない、なかなかそれが難しいなっていう時に、なんだ、それだったらそうなっている自分になっちゃった原因が必ず過去にあるはずだから、その過去に焦点を定めに行って、うん、で自由にその過去っていうものを書き換えちゃって、安心の波動を持って今に戻っていて、ああ最高だった、最高だ、今日も最高だみたいなそしてこの未来も最高だみたいな感じで、その勢い、思いっきり勢いを持って、なんていうかな、未来をこう陽気に想像する、うん、っていうのだけやってもらうと、なんていうかな、すごいまた面白い展開があるよってお話でした。はんはんはん、まあそんな感じですかね。うん、補足しておきたいのは、うん、まあなんていうか、とにかくね、でもやっぱりイメージワークが苦手な方っていうのは、やっぱりなるべくね、そのやっぱり日頃からこうやって自分が今見ている景色っていうものをこうやって記憶するじゃないですか。インプットして一回目を閉じてここの脳内で見るっていうことをやってると、イメージワーク結構得意になってくるんで、うん、こういう準備運動をしてからイメージワークをやるといいよっていうのもちょっと一つね、知っといてもらいたいです。うん、こうやって今見たものをこうやって目閉じてもう一回見るっていうのだったら結構比較的簡単なんですよね、過去とか未来に焦点定めるよりも。うん、まあでもこの想像をするのがすごい苦手だっていう方たちは、自分が好きな雑誌とかなんか写真とか映像っていうものを見るだけでも、もう脳にインプットはされていくから、イメージが苦手な方っていうのは実際のその映像を見てみたり、写真っていうもので自分の脳を騙しに行くというか、その映像をここに入れていく、データインプットしていくっていうのでもいいかもしれないです。うん、
まあ、自分自身の気質体質その時の状況っていうものによってイメージワークっていうものはなんか向き不向きっていうかあんまり入らない時と入る時とっていうのが全然変わってきちゃうんで、その日の自分の感覚を大切に、自分の波動っていうものがイメージワークをやればやるほど抵抗の波動が出ちゃうんだったら絶対にやらない方がいいから、あ、今日はちょっとイメージワークをやめとこうっていう感じで全然違うなんか対処法だったりワークとかをやったりとかしながら自分を整えるってことをやってもいいと思うんで、ちょっとどんな時にも自分自身のその感情だったり波動っていうものを見ながらこの動画の1本前のああいうイメージワークとかっていうのも活用してみてほしいなっていう、そんな感じです。まあでも多分今日お話ししたものの方がみんなやりやすいはやりやすいと思いますね。この塩とか紙とかペンとかこの火を使って自分の中の陰気を浄化させるってものの方が比較的老若男女どんな方でもやりやすいものになるかなとは思うんで、こういうものもうまく使って、自分自身のちょっと今あるこう悩みとかをね、ちょっと展開がここ起きてほしいんだけどなっていう感じの、なこここうやってなったらいいんだけどなっていうのだけただ紙に書いて塩を振ってそして燃やすみたいなっていうのだけやってもらうともしかしたらいいかもしれないです。まあそんな感じかな、今日お伝えしたいのは。また何かねわからないこともろもろあったらメルマガの返信になんかメッセージ出しといてください。じゃあまあそんな感じでまた何かお伝えしたいことがあれば動画アップさせていただきます。ではまた失礼します。